秘蔵こと1978から80年の日活桃尻娘シリーズ原作橋本治で見事なボディを披露し、一躍人気女優となったのが武田香織だ。特に初作は GW 作品として大きな話題を集め、ヒット作となった。キュートな振り返り、美人だすべての写真を見る、2078年5月、日活家本誌では、人気急上昇中の武田のインタビューが掲載されている。当時は、いわゆる、現代っ子気質丸出しのサッパ、利した性格で、それも人気の要因となった。大変でした。セックスシーンってどうやっていいかわからないから。でもさっぱり演技をしているから自分ではよかったと思いますとあっけらかんと語っている。58年東京生まれで当時19歳。77年に東映ピラニア軍団ラボシャツの展で川谷拓三の相手役に選ばれデビュー。TBSK 愛愁学園をおひばりにレギュラー出演して人気を得ると桃尻娘で一気にブレイクした。身長157センチ、 B78W56H80 とスレンダーな体が柄も独特のキュートなオーラで男性ファンを虜にした。桃尻娘については楽しい映画だからみんなに見てもらいたいわと胸を張った。当時19歳らしく趣味はお菓子作りと人形作り。作るのが好きなんですよ。小麦粉をこねこねしてオーブンで焼いてクッキーを作ったり、フェルトの生地を買ってきてハサミを入れてお人形を作ったり。お人形はバッグのアクセサリーにするのと笑顔を見せた。将来についてはもともと内気な女の子だったんです。芸能界に入る時も私自身はどうしようかなと迷ったんですけど、母と二人の姉がやってみたらというので子供と動物に囲まれて暮らしたい。映画もどんどんやっていきたいと意欲的に語った。その後、79年には松田優作主演の人気作、探偵物語、日本テレ、BKにレギュラー出演して、一気に全国区的な人気を獲得した。82年には人気ミュージシャンの甲斐よしひろとの結婚、出産を機に芸能界を引退。活動期間は短いものの、この時代に青春を過ごした人にとっては、今でも忘れられない個性的な女優だった。